屋根を仕上げる伝統的な技法、瓦葺き。鈴木正義さんは瓦葺き一級技能士という国家資格を持つこの分野の熟練技能者です。瓦の葺き方には標準的な施工法があるのでしょうか。基本的な葺き方は一緒ですね、はい、それで細かいところの細工とかその辺のやり方はやっぱり見せなり見せ見せのやり方もありますし、あとは自分でやっぱ現場数をバカず踏んでこうやった方が楽だとかこうやった方が綺麗に収まると早いとかそういうのはやっぱ自分で見出すような感じですよね、はい。瓦屋根の魅力の一つは線の美しさです。この一文字瓦で拭くと軒先の下のラインが一直線に通ります。しかし満足いく施工結果を得るには瓦の間隔を隙間なく拭き上げ瓦の下の水平をしっかり出さなければいけません。グラインダーという電動工具で瓦を切り、タガネで微調整し、瓦同士の当たりを確認しながら何度も修正します。瓦の流れの美しさを表現するには、優れた職人技が必要です。ぶっつけ本番で、収められるかとか、あとは屋根を汚さない、あとはやっぱ綺麗にこの限られた時間内にそのガタガタにしないでしっかり収めるっていうような感じがやっぱ一番難しいんではないかなと僕は思いますね。鈴木さんは大田区大森の瓦店に生まれ、高校卒業と同時にこの世界に飛び込みました。うちはもともとうちの親父じいさんがもともと瓦屋だったん で頭使うのが嫌だったもん で体動かしてればいいやみたいな感じだったんですけど、実際本格的にやるようになるとやっぱ頭使うんですよね、はい。これは瓦の割り付けといい、屋根瓦を均等にきれいに配置するにはどうしたらよいか計画を立てる作業です。鈴木さんはこまめに差し金を当てて寸法を取り、きれいに収めるには瓦をどれだけ切らなければいけないか、その場その場で瞬時に頭の中で計算します。真夏も真冬も屋外で重い瓦を扱う瓦葺きはかなりの重労働。しかも頭も使うのです。大変ですが、鈴木さんはこれを一生の仕事にしようと思い決めています。何回か挫折しそうになりましたけど、やっぱなんか他の方へ進もうかなとか何回もそういうような時期はありましたけど、もうやっぱりもうここまで来たら突き進んでいこうかと。鈴木さんは一般の住宅の他に社寺の施工も行っています。難しい仕事ですが、経験を積むに従い楽しみややりがいを感じられるようになりました。直線よりも曲線が多くなるので、またそれもまた楽しみの一つみたいな感じで、難しいんですけどやっぱやりがいがあって楽しいと。それなりにやっぱ勉強してパカズ踏むことによって、だんだんその難しさが楽しみに変わるというようなあれがありますね。熟練技能者の域に入った鈴木さんですが、その姿勢はあくまで謙虚です。僕も自分自身が上級とかそういうふうには全然思ってません。僕まだまだ上には上がいるんで、僕からすれば僕も中堅技能者の一人だとは思います。やっぱりその天狗にならないで常に前向きに仕事していれば、おのずれと腕も上がってくるんじゃないかと思います。僕もまだ勉強段階なんで。